正月以来かな。ということは半年ぶりですな。ねえ、ちょっと滑りそう。街灯か。いつもひんやりなんだけど、さすがに蒸し暑いな。わかるな。結構急。あっちは帰りに行こうか。とりあえず正面。お、5時の鐘だ。血のはありますね。よし。今日が6月30日でございますんで、ありましたね。よいしょ、苔苔です。苔むしむしです。大倉慎次郎、うん、
回り方変えてないね。いてててちょっとやろうか。よし。左右左だっけ？左右左ね。よし。ではでは。一回目。え、この棒何？あれ？手合わせながら回るんだっけ？二回目。で、三回目。よしよし。で、くぐります。よし。この穴何？さて、水栓はあります？ありますけど、ちょっとだし。出しづらい。これは変。ここから入れるのか。先に鳴らすんだっけ。ちなみに基調はまあいいか。あ、御朱印の台紙だけどね、それはあまり興味がないのでございます。暑いわ。しかし、風の宮これなんだっけ、稲荷さん。よいしょ。あの奥の石が本体ね。なかなかね。
これなんだっけ、養蜂場だっけ、読めねえ、あ、若宮八幡ね、若宮八幡様、これは直接行ったことがあるからね、特に養蜂しなくてもいいとは思うんだけど、よし、まあ時代は変わっていくのでございますよね。ここはおトイレね。前間違ったんだっけ、この奥にはもうないんだよね。この奥にあるのは川口の方ですね。これってなんだっけ、なんか花咲くんだっけか。あの奥のやつは口なしだな。裏手にも大きな木がありますね。あれはな、NTT だっけ、ちょっと場違いな感じですけど、電波塔があります。こちらが本殿。本店にお賽銭よくあるね、むしろこっちの方が大事だ。かゆい、いや支えてないってまだ。あ、暑いけどちゃんとお参りしましょうね。あ、財布、財布が出し、財布がしまえない。文化財になっとる本殿です。こっちもそう、同じのが3つ並んどるね。これなんだっけ、八幡社だっけかな、八幡社ですね。引っかかっちゃうと、なぜ財布が入らん。ちょっと。よし。よし。はい。次。この石の柵も文化財になっとったんだよね、確か。これ何社だっけ、ソレイ社ですね。よいしょ、あ、また引っかかった。財布が収納できない。あ、頑張れ。よいしょ。
こっちが、これも文化財指定の12社だっけ。でかいですね、やっぱり。あ、暗い。だいぶ。うん。結構ね、もう日が暮れてきとるからね。ネズの木元気だな。竜のようなネズの木。全部収めきれねえという。待て待て待て、12社分あるか、本当は12回お参りせなかのためかとは思うけど、まあ1回で。8。境内所がいっぱいありますんで、これはカラス妖怪所ね。カラス神社も結構大きな神社だよね。そうだな、カラスもちょっとしばらく来てないからまた行かないかな。球場用配所。昔はあの四角の裏手。裏向きの鳥。で、山の神さん。これいいかな。熱いよっす。大きいも大きいっすね。
奥の方にも抹茶があります。抹茶というか境内茶。なんだろう、クモの巣か。これフラサンドだよね。今日は無理だね絶対。このぐちゅぐちゅ感じる。天気がいい日はまあ行こうかなという感じだけど、今日はダメだね。はい、新しくなった後ろですね。北社です。はい、と一番端っこは伊勢神宮かな。伊勢神宮の要拝所ですね。ありがとうございます。砂利も新たに引いてますね。これあれはケヤキかな。あ、クスだな。クスの木ですね。クスの木も結構神社にありますよね。さてさて、あ、こっからも降りれるんだっけ。ちょっと滑りそう。ここから多分炎上坊さんのお墓の前だな。あ、そうです、そうです。これですよ。こちらが、まあ、階層的な方ですね。炎上さんの墓。結構目立たん場所にあるからね。気がつかん人も多いよね。私もあんまり最近気がついたぐらいだから。よし、ありがとうございます。これで半年終わったわけですね。
はい、チビガエルだ。今年親になったオタマジャクシから変身したやつかな。この坂はね、結構つるっといきそうで怖いんだけどね。生地コンクリートだもんだから苔がね、その上に生えるからね。すんごい湿気。ダーッと降りゃまた変わるんだろうけど、降らない状態でずっと保ってるからね。すんごい湿度だわ。蒸し暑い。このウロ、ほんと待って、すんげえ暑い。お願いします。あっつっつ、あちゃ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 ひぃ。改めまして、関作、ソレイ社、八幡蘇我社本殿、十二社。一通り参りましたね。はい。暑いわ、まあ。うお、アゴサギだ。でけえな、やっぱ。
山に雲がかかってえらいことになったな。うん、つつつ。